金星金星の植民は人類が金星へ移住し、金星の環境の中で生活基盤を形成すること。宇宙移民の構想の一つ。何人かの科学者や宇宙移民の提唱者たちは金星の植民を支持している。金星には地球との類似点があり、それは他の宇宙移民の目的地と比較していくつかの点で有利であると考えられている。また、 これらの類似性とその近さから、金星は地球の姉妹惑星と呼ばれるようになった。金星は大きさや質量が地球に近く、その結果重力もほぼ同じである。このため、他のほとんどの宇宙探査や植民の計画では、長期間の低重力や無重力による人間の筋肉や骨へのダメージについての懸念に直面するが、金星については、 将来近世で生まれた人間が地球へ訪れたり、避難することになったとしても、地球重力に適応するのはそれほど難しくないと考えられる。近世の高度5 0トルほどの上層大気では、気圧や温度が地球並みとなる。加えて、この領域では、太陽エネルギーが豊富である。近世大気の外周付近の太陽定数は2610ワット平方メートルで、 地球の1.9倍に相当する。また、金星は月以外では地球に最も近い主要天体であり、輸送や通信は太陽系の他の多くの場所と比べて容易である。一方、金星には人間の植民に対していくつかの重大な課題も存在する。惑星の表面は極めて厚く、赤道付近での温度は摂氏500度にも上る。これは、 鉛の有点以上である。また、金星の自転周期は約300地球日で昼夜のサイクルが遅いことも挙げられる。地表での大気圧は少なくとも地球の90倍に達する。これは地球での水面下 1km の圧力に相当する。水はほぼ完全に存在しておらず、大気は酸素が薄い。有毒なほど高濃度の二酸化炭素が大気の大部分を占めている。 その雲は硫酸と二酸化用の蒸気で構成されている。蒸気の欠点を見る限り、金星の植民は問題外と考えられているが、テラフォーミングにより、この問題は解決可能だと考える人もいる。また、地表ではなく、上層大気への植民であれば可能だとする考えも、ある。どのようなテラフォーミング計画にしろ、必要とされるエネルギーは膨大であり、 また数千年から数万年という時間が必要とされる。ジェフリー・エーランディスは人間が呼吸できる空気が金星の大気の中では浮く機体であることをもとにフローティング式という構想を提案している。この案は呼吸できる空気を満たしたドームが自分自身の重量に加えてコロニーをも浮上させることで金星の大気中に植民する計画である。九百六十年代。 カール・セーガンは、惑星上の二酸化炭素を酸素に変換するため、その大気に、藻類の種をまくという金星のテラフォーミング案を提唱した。しかし、現在では金星では、水がごく稀であるため、少量だが水蒸気を消費する光合成では、酸素の量は、わずかしか増えないことが知られている。ロバート・ズブリンは、著書、エンタリングスペースで巨大なソーラーシールドにより、 太陽から金星を保護し、大気の二酸化炭素をドライアイスに凝固させ、雪として地表に降らせるのに十分なほど冷やし、最終的には埋める方の世界に送るという方法を提案している。太陽を遮蔽し、過剰な温室効果ガスを取り除くことで気圧と熱の問題は解決される。しかしズブリン自身も水の不足が重大な問題として残っていることを認めている。 水星や氷を含む小惑星を衝突させるとしても長い時間がかかる上、完了しても少しの解決にしかならないと考えられている。さらに惑星の回転を加速させるという案に至っては、はるかに遠い未来の話だろう。ランディスはフローティング式が多数建造されれば、それらで惑星の周りにソーラーシールドを 形成することができ、同時により望ましい姿に大気を加工することができる。ソーラーシールドの理論と大気を加工する理論はそのまま、組み合わせて、かつ、近世大気に、すぐに住む場所を提供できると主張している。ありがとうございます。